イソジン、飲んで、甘がった、来て。いつ、仕事しているか、わからんくらい、テレビ出て。大阪、医療崩壊や、何してるんや。大阪の、おばあちゃんに、辛抱してくれな、と言いながら、毎回、5年先の万博、胸に掲げて、何してるんや。そこの、橋本さんみたいな人が PCR 検査抑制したせいで日本じゃ検査進まんかった。検査しっかりやってればこんな悲劇起こっておらんで。김정은 동지 우리는 당신밖에 몰라